はい、えー、本末都市以降、ライディングチャンネル始めていきたいと思います。えー、今日はね、ちょっとなんか、えー、ちょっと、まあ、ライディングの話っていうか、まあ、あのー、サーキットの運営のちょっと話でちょっと聞いたんですけど、まあ、予約が取りにくいとか、あのー、走行の、まあ、なんか、ルー、あ、なんていうの、その、クラス分けか、とかがなんか、 えー、いろいろ問題あるんじゃないかっていうところで。まあね、詳しくは僕はわかんないんだけど、その、まあ予約が取りづらいっていうのはね、もともと昔からそうでしょ <laughs> あの、ね。僕たちなんて、僕がやってた頃って言ったら、会社休んで、あのー、予約しに行かなきゃ予約取れなかったんで、<laughs> それに比べたら今の方が取りやすいんじゃないのかなと思うし、 本当になんかね、えっ、ー、と、もう本当に予約が9時から始まるんだったら、9時からずっとかけ続けてね、もう昼過ぎても、もあの電話がつながらなくて、もうね、それも会社休んで予約取って、電話取ろうとしても、電話で取ろうとしても、取れなかったし、まあその中でやっぱり、あの、努力して努力して、で、まあその、サーキット走ったり、まあそのサーキットで走れなかったら、 まあ、他でね、見つけて練習して、練習するしかなかったね。その、だから、その、サーキットを走るだけんで、その、十分に走れたかったら、走れなかったし、その、じゃあなんかってって考えてね、いろいろやっぱりやってったんで、じゃあ今は、ね、至られ、れり、 クセリーにね、えー、まあ、なるかった逆にまあ、えー、参加人数も少なくなっちゃって、その、サーキットもやっぱり、あのー、商売でやってるわけですから、多分、スポーツ走行って商売になってないんだと思いますよ。もうその儲かってない。もうその人件費がかかる割には、 やっぱその、なかなか収益に、えー、結びつかないんで、やっぱりその、そういうような、状態だと、やっぱりパンパンに入れたいわけじゃないですか。だからやっぱり、あの、枠をなるべく、あの、少なくして、えー、予約はいつも振るっていうふうにね、やってってなんとかやっていけるっていう状態だと思うんですよ、多分。もう今、こんな時代なんで、でもそれをね、その、 走れないとかね、クラス分けしろとかね,ね。クラス分けもね、別に昔から僕たちもそのね、125からやっぱり750まで走ってた中で走ってたんで、スポーツ走行って。それってやっぱり、ね、あのー、安全か安全じゃないかっていうのは、そのクラス分けじゃなくって、ライダーのルールを守る意識だと思うんですよ。だから、そのね、 あの、サーキット側にクラス分けしろ危ないじゃないかじゃなくて、そのやっぱり、そう思うんだったら、やっぱその、い一度ね、そのスポーツー、倉庫に参加してるライダーを集めてね、その、ライダー講習会っていうのをね、ライダー自ら、あの、作ってね、え、ルールを今一度、その、ま、で確認し合うっていうのかな、っていう、 方向じゃないのかななんかね、逆に自分たち追い込んでるようにしか見えなくて、その、だったらもうスポーツ走行やめるよってサーキットに言われちゃいそうでさ、あのー、多分ね、すごいね、あのー、サーキット運営ってき,きついんだと思いますよ。もう本当に。だからやっぱその、やるんだったらもう、パンパンに入れたいだろうし、でもパンパンに入れてもね、なかなかオイル巻いたり、 点灯したりするから、なかなか時間がね、あの、どん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 ねあの、遅れてっちゃうし、また、ポストに人入れてないとさ、もうなんかうるさい人も多いわけじゃん、クレーマーみたいなさ、すぐ来ないとかさ。だからもう、その辺はね、まあ間違ってるかもしんないけど、僕の長い経験の中では、その、サーキットの今、予約の取れる取れないかって言ったら、 昔に比べたらはるかに取りやすいだろうし、その、クラス分けしなきゃいけないっていうのは、やっぱりお互いのライダーの、そのサーキット側じゃなくて、えー、お互いのね、ライダーの、そのルールをきちっと守るっていう意識が低いだけなんじゃないのかなと思うしね。で、その、まあ、何なんだかんだっていうのは知恵がある親父じゃないですか。 親父じ、まあね、そういう風に、や、走らせろじゃなくて、そのもうちょっとね、うまく運営、行くよう、まあ、スポ走行とか、行くような、あの、その、形をね、その、多分ね、僕ね、ライダーが問題だと思う危険なのは、絶対に。ルールがね、ちゃんと守られてないし、やっぱりその、なんかね、まあ、まあ、 前々から言ったけど、なんか、親父がさ、リバイバルっていうかしてさ、1000cc とかでちょろちょろ走ってるわけじゃん。それこそ危ないと思うんだけど、だから、なんていうの若手のライダーをさ、その、やっぱり優先して、さっきと走らせてあげるっていう気持ちがなきゃいけないし、本当に予約って言ったら逆に、あのー、ね、25歳以下 のライダーは逆に優先的に予約できてね。もう本当にもうそれ以上のまあライダーはまあまあ25まあ30ぐらいまでかな。のライダーは優先してまあ30でも遅いけどな。でもまあそのぐらいでそれ以上のライダーはやっぱりその逆にキャンセル待ち。 みたいな形で、もう本当に、えー、若い子がねあの、世界を目指したり、やっぱりプロを目指す邪魔をしないように極力ね、えー、逆にキャンセル待ちな形で、まあその若い子があ十分に走れて,て、えー、そこでも枠があるんだったら、やっぱりおっさんたちは走るっていうね、いう気持ちになっていかないとね、なんか、今更50になってバリバリの気持ちになってたらもうしょうがないもんね。 だから、うん、楽しむのはいいと思うんだけど、やっぱり、まあ危険を意識してね。だったら、なおさらね、そういう若い子がね、やりやすいようにとかあ、していかなきゃいけないと僕は思うんで、うん、逆にまあ、親父たちがね、一歩も二歩も引いて、で、サーキットばっかり走ってても早くなれないじゃないですか。もう絶対そうなんだって。サーキットなんか走ってたって早くなれません。あただ、うっぷんばらしができるだけなんで、だからうっぷんばらしだったらね、 あのー、まあ、あのー、若い子がね、あの、プロを目指してる、真剣に目指してる邪魔にならない空いてる時間帯にね、えー、走るっていう形。で、やっぱり危険だと思うんだったら、その、選手会みたいな、まあ、選手会っていうかね、まあ、ライダーが集まってね、今一度ルールをね、ちょっと確認し合いましょうっていう形のことをやった方がね、やっぱ危険じゃなくなると思うんだけど、 うーんー、どうかなちょっと間違ってんのかもしれないけど、僕が。でも僕の長い経験の中ではね、その、やっぱりその、サーキット側にね、あれしろ、これしろ、金払ってるからって言ったってさ、まあ、向こうだって商売でやってるんだから、サーキットだって。もし多分だし、商売になってないと思うん多分。多分だからさ、はっきり言ったら辞めたいんじゃないかな、スポーツ多くをこう、サーキットがあったら多くが。だけど、まあその、特に国際レーシングコースはね、 だから、その、スポーツ枠増やせ増やせって言ったってさ、ガラガラになっちゃったらもう結局やっていけなくなって、えーね、閉鎖になっちゃう形になっちゃうんで、やっぱりパンパンな予約の状態がなんとか継続できるギリギリの線なんだろうなって僕は思うんで、そこをやっぱり頑張って予約取るなり、まあ、でもさ、もう、 親父が趣味で、あ何あの、うっぷん話で走るんだったらさ、別に空いてる時間帯でいいじゃん。そう思いません、ね、だから、その、俺はレーサーだって50、40、50になってさ、力んだってさ、小生先が見えてんだから、やっぱり若い子にやっぱり走らせてあげないといけないってね。僕はそう思うんですけどね。またこれ、炎上するかな。